日紹介するのは香川県高松市寺井町にある空港通り駅から249メートルのお店。平日の朝10時、土曜日であれば6時、なんと開店してからすぐ売り切れてしまううどんがあるんです。そう、限定のうどんがあるんです。それがここなんです。ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。うどん屋で数量限定って実はかなり珍しいんですよ。麺売り切れ次第終了っていうお店はあれども、このメニューは限定何食しか出しませんって歌ってるお店ってかなり少ないんですよね。僕はこのお店が初めてでした。そしてこのお店の売りは、そう、角煮うどんなんです。なんと平日であれば10食、そして土曜日であれば15食限定、先着順です。これはね、あるのであれば絶対頼むべき商品です。そして今回は角煮うどんの小を頼んだんですが、なんとこちらお値段360円。安い、安いっていうのが、マジでね、このうどんを見てもらえばわかるんですけど、めちゃくちゃ角煮でかいんですよ。まあそれは注文の品が届いてからはっきり見せるとして、角煮うどんが売り切れていた場合でも全然うどんのメニュー、そして天ぷら等はたくさんね、あるんで、そちらを注文しても全く問題ないといったような形になっております。さあ出来上がりました。こちらが角煮うどん。セルフ店なんでネギ、天かすは自分で入れましょう。ちなみに今回のお店、視聴者さんからコメントでここ美味しいよって教えていただいた場所なんですよね。ファントムナイツは倒れないさん、どうもありがとうございます。ぜひぜひ、あなたの知っているおすすめ店あったらコメントに残していってください。今回来させていただいているうどんの伝さんなんですが、住宅街のね、真ん中にあるお店なんですよ。普通に走ってるだけじゃ見つけられないと思うので、ちゃんと調べてから来るようにしてください。店内はこんな感じ、開放感溢れてめちゃくちゃ気持ちいいです。この日は僕が一番乗りの客だったんで、僕しかいない状態でしたね。絶対限定食食いたかったんだよな。ババン!こちらが今回のメイン、角煮うどんです。なんと卵が1個まるっと入ってるんですよね。色もよく旬でていい感じ。そしてこの角煮ですよ、でかすぎません?この欲張りのドアまるで、6月27日生まれ、東京都出身の166センチ B 型、女優、モデル、YouTuber と数々の仕事を欲張りにこなす、本田翼ちゃんみたいじゃないか。果たして、本田翼ちゃんのように美味しいのであろうか。てかマジででかいな、この角煮。厚さ2センチぐらいで長さ10センチ以上あるぞ。でかすぎる。それじゃあ早速、いただきます。たまらん、めちゃくちゃ食い応えがある。脂っこさは全然ないです。柔らかくてめちゃくちゃうまい。それではうどんの方もいただきます。感想を言う時間を1分半私にください。ここはね、本当に完璧でした。まず麺なんですけど、滑らかな表面。しなやかなうどんみたいな。コシもね、十分ありますよ。で、喉越しがめちゃくちゃ良くてうまい。だしもいりこ風味ですかね。で、このいりこ風味が、角煮の旨味とめちゃくちゃ合うんですよね。この角煮が、本当にね、さっきも言ったように食い応えがめちゃくちゃあるんですよ。醤油と生姜で味付けてあるような味。うどんだけだったらちょっと淡白になりがちなところを、角煮を間に挟むことによって、最後まで味に飽きることなく食べることができる。若干ね、味が濃いものが好きな僕からしたら完璧でした、ここの角煮は。本当に食べる価値超ありありです。それでは最後の一口、いただきます。出汁の最後の一滴まで本当に美味しくいただくことができました。角煮うどんは平日は限定10食、土曜日は限定15食なので、本当に開店してすぐ行くことをお勧めしております。感謝するぜ。角煮うどんと出会えたこれまでの全てにごちそうさまでした。それでは今回のおさらいです。うどんの伝さん、香川県高松市寺井町にあります。営業時間は平日10時から14時、土曜日は6時から14時、定休日は日曜日となっております。角煮うどんは数量限定となっているため、早い時間に行ってください。それではみんなもうどんの伝へ、レッツゴー!雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、ラインメイサーっていう立ち上がりの線路。